皆さんこんにちは。今回は集会メンタルの作り方、保ち方ということで、この SAOIF っていうゲームは集会することで強くなっていくんですけど、その集会が辛いっていう人が多いんですよね。だからどういう考え方だと続けていくことができるかみたいな話をしていこうかと思います。でまず辛い思いをしてまでゲームする意味がわからんって言ってる人は全くその通りなんで、この動画見なくて全然大丈夫です。まあ、なるべく辛くないやり方を話していくつもりですが、まあ、それは俺だからそう感じるのであって、マジでゲーム辛くて意味わからんっていうのであれば、まあ、そういう人やる必要ないです、このゲームマジで。まあどんなゲームでも飽きは来ると思うんで、まあやめたいならやめればいいんじゃないかなって思います。でもそれでも続けたい、強くなりたいっていう人がいるんだったら、少しでも参考になればいいなって思います。でまあいろいろ話していく前にちょっと前提なんですけど、睡眠をとっていることが前提です。もう寝るとやる気が本当に違うし、もう寝てない時よりイライラしにくくなります。まあ人によると思うんですけど、まあでも結局のところ長期戦なので、もう寝ないで頑張ってもいいことないです。特にメンテナンス中に暇だなって思う人は、もう眠れないとしてももう目つぶってるだけでも休めると思うんで、まあそれでもいいと思うし、まあホットアイマスクなどで目温めながらだと眼精疲労にいいので、まあより良いと思います。しかし例えば仕事があまりにも忙しくて時間取れなくて、もう寝ないでやるくらいじゃないと無理っていう人はもう仕方がないので、もうそれは例外なんで、もう絶対に寝ろとか、まあ強制することでもないし、まあそれでもやるっていう人はね、十分やる気がある人なんで、寝ないでもできるっていうのはすごいことなんでいいと思います。で次に、まあ、この動画を作るきっかけになった話なんですけど、とあるトップ層の某プレイヤーさんが言ってたんですが、やりたいやりたくないとかじゃなくて毎日周回するっていうことを言ってたんですよ。それを聞いてから俺の考え方が本当に変わりました。なんかゲームは楽しいからやるとか、ゲームをやりたいからやるとか、そんな次元の話じゃないんだなって思いました。もうそんな次元はとっくの昔に超えてる人たち、もうそういう人たちが本当に強いんだなって思いました。まあ、これから説明するにあたって、まあ、なんとなくどういうイメージで続けるかっていう話なんですが、その続けてる時間がこのゲーム長いんで、その続けることを目的にするっていうのがいいのかなってっていう感じですね。もうひたすら作業みたいな、その作業芸が好きな人は強くなりそうなイメージがあります。で次に、実は楽じゃないっていう話をしていこうかと思います。でこれ俺の熟練度レベルなんですけど、まあ、全カンストしたんですよ。で俺これやるまで本当にやる気なくて、マジほぼデイリーしかやんないとか、そういうレベルだったんですよ。じゃあなんで急にこんなやる気出たっていうと、まあ、このやる気出るまではちょっとね、義務感を感じてたんですよね。周回してる間なんか時間を無駄にしてるんじゃないかとか、こんな時間あったら YouTube 動画作りとか、その攻略サイトの執筆ができるんじゃないかなって思ってたんですよ。でもその熟練をカンストした時期に、まあ、なんかその YouTube とか攻略サイトとかもう引退したような気分になってたんですよね。それが大きかったですね。まあ、引退はしないんですけど、なんかその義務感に感じなくなって、まあ、やる気出た感じがあって、でこの熟練みんなカンストしてるから楽なんじゃないかって言ってる人がいたんですけど、まあ合ってるとも言えるし間違ってるとも言えるんですよね。まあどっちかっていうと、うん、まあ楽じゃないよねっていうのが、まあ素直な感想な意見なんですけど、まあ、俺みたいにその自分なりの、その精神的に楽にできるようになる方法、まあ、そういう方法を考えたら、そう楽だと思えるかもしんないけど、やっぱり時間はかかるし、まあ、辛いけど頑張ったという人なら、まあ、楽じゃなかったとも言えるし、まあ、そこは人によるけど、まあ、大抵の人はまあ辛かったけど、まあ、頑張ったみたいな感じだと思いますね。で次に、ネガティブは甘えっていう話をしていこうかと思います。人間は楽な方に自然と流れていく生き物で、何も特に考えてないと自然とネガティブになるっていう人が多いんじゃないでしょうか。しかしストレスがかかったりしてネガティブになるほどやる気ってなくなってくと思うんですよ。
もうなんかこれやる意味あるのかとか、まあ、そういうやる意味を考え出したらもうネガティブのサインだと思うんですけど、まあ、とにかくなるべくネガティブにならないような考え方で周回するのがいいと思います。やっぱりこういう周回とか続かない人って何も特に意識しなければ自然とネガティブ思考になる人が多いと思うんですよね。なんかその武装石落ちないとか、欲しいドロップアイテム、希少ドロップアイテム落ちないとか、そういう感じでネガティブになるっていうことは何も意識してないっていうことだと思うんですよね。ネガティブなこと考えないようにしようとか、その理性をしっかり働かせるっていうのが本当にいいと思ってて、ギルドによってはそのギルドチャットとかで落ちないとか、落ちないっていうのを禁止しているところもあるくらいなんですよ。その何々が落ちないとか言うとそのギルドの雰囲気を悪くするから、落ちないって言ったらマジで怒られるギルドあるんですよね。でやっぱりその落ちないって言っても正直ネガティブになるだけで何もいいことないんですよ。落ちないって言ったところで何も変わらないし、結局その合計の周回数って変わらないじゃないですか、その人のデータでは。で次にあのぼーっとポチポチするのがおすすめっていう話をします。でまあ昔俺ポケモンやってた時なんですけど、その赤緑版とか金銀版とか、まあなんかレベル上げとかするじゃないですか。なんか努力値とか、まあ、そういう知識なかった時代ですね。でその時代なんか俺あのアニメ見ながらポチポチやってたんですけど、その家族にそのゲームかアニメかどっちかにしろって怒られたことがあったんですよね。まあ多分その怒った人はあの自分が見たいテレビあるからそのアニメかけてないで私の好きなやつかけていいみたいな、ゲームしてんだったら私かけていいよねみたいな感じで言ったかと思うんですけど、それ以来本当にアニメ見ながらとかそのテレビ見ながらゲームするとかそういうの同時にやらなくなったんですけど、まあ、今思い返すとそのアニメ見ながらゲームポチポチやってるのって楽しかったなって思い出してきて、だからそういうながらポチポチ作戦が楽しくて続く人には特におすすめですね。その自分がやっぱり一番楽しいなって思う方法、まあ一番じゃなくてもその自分が楽しいなって思う方法あったら、まあ、やっぱり積極的にやった方がいいのかなって思うんですよね。なんかそのレベル上げとか過程自体は楽しくないけど、その達成された時が楽しいからやるみたいな感じで、その過程の間は別にポチポチしてるだけだから画面集中しなくていいじゃんみたいな、他のことやりながらでいいじゃんみたいな感じでやってたと思うんですけど、まあそれこのゲームでやる場合は、まあそのコツとしてはなるべくこの IF の画面を見ないで、その他のこと、例えば YouTube 見ながらとか、そういう YouTube だったらその YouTube に意識を集中するっていうのがいいですね。で俺はレアドロップした時すら画面に意識を向けないでやりますね。まあ端末触れる人とかは見ていいかと思うんですけど、そのドロップした時に喜ぶとまたその早く落ちないかなっていう思考になりやすいんですよ。そのパチンコとかですげえ大当たりした時にまた当たるかもみたいな思っちゃって、でそのなかなかね、やっぱこのゲームで言うとそのドロップしない間どんどんストレス溜まってくんで落ちねえじゃんみたいなね、達成されないフラストレーションが溜まるので、まあ、いっそ設定でシステムログをオフにしていいのかもしれないですね、そういう時は。まあ、特に掲示板でそのワンアイドとかブラッケンやるときはロッソ以上作ってる人はもう武装石とかいらないし、まあ、システムログなんか見ても意味ないんで、まあ、ただそういうながら作業ってなんかよくマルチタスクうんたらかんたらつってなんか頭が悪くなるとか言う人もいるんですけど、まあそういうのを気にしない人用のやり方ですね。俺は気にしないでやってますけど、なんかね俺の感覚なんですけど、効率よりも楽なやり方重視でそうダラダラやるのがいいっていう感じなんですよね。まあやっぱ自分に合ったやり方が一番なんですけど、まあ、なんか勉強で例えるとその勉強の質ばっか考えたりその勉強法ばっか考えてるだけで結局お前何も勉強してないじゃん状態だよね。その効率ばっか考えてて結局お前何もしてなくねみたいな話ですね、勉強で例えると。でまあその野良パーティーでもそのながらのやり方は有効だと思ってて、まあボイスチャットとかでも喋りながらやってる人とかいるんで、そういうながらできる人はその野良パテでもなんか聞きながらとか、あのボイスチャットしない時ですね、野良パーティーのそのパーティーチャットでしかやり取りしないような集会ですね、そういうのを俺はあの聞きながらでできる時はまあやってますね。
まあ、ただそう聞きながらでなんかミスってパーティーに迷惑かけちゃうとかだったら俺やめるんですけど、まあ、できる人ならいいと思いますね。あまりにも慣れた集会だと本当にただの作業でしかなくて別にミスんないしみたいな、聞きながらでも、まあ、そういう感じでやっぱ絶対的な自信があるような集会だとやっぱ聞きながらでやっちゃいますね。で次に目標を立てることの弊害について話します。目標を立てると それが達成された後にも影響するんですよね。もう全てが終わった気になるというか、でそれだとその新しいやり込み要素とか来た時にもうやる気なくなってるんですよ。まあもう全部終わったみたいな、その燃え尽き症候群みたいになるというか、結局その通過点に過ぎないんですよね、その頑張って終わったって思ってるものも。だからその先を見据えすぎるのも良くないというか、そのゴールを見るのも良くないのかなって、ていうかそのゴールなんてないっていうか、もう本当になんか終わりなき集会みたいな。まあ本当にトップ勢だとやることなくなったっていう人いるんですけど、ほんの一握りですよね。いくら時間あっても足りないみたいな。トップ層あの課金してること前提で、それでもう一日中やってんじゃないかっていうぐらいもうアホほど集会してるんで、まあそういう人たちに追いつけるかっていうと、まあどうなんだろうねっていうのは、まあそれはまた別に後で話そうかなと思いますけど、まあとにかくこういう結局長期戦なんですよね。その例えばこういう瓶ですね、瓶が落ちようと落ちなかろうと結局何千周とか何万周とかしていくんだから、そのいちいちあ中瓶落ちなかったとか大瓶落ちなかったとかいちいち考えても無意味なんですよ。もう何千回も何万回も回った後に、あの1回分で中瓶落ちなかったからとか、あの1回分で大瓶落ちてなかったからうんぬんかんぬんとか言わないし、もう1回1回あ瓶落ちた落ちないとか言っても意味ないんじゃないかなって俺は思うんですよね。でやっぱ人間ってマイナスの感情って強く頭に残りやすいので、やっぱそういうのなるべく思わない方がいいし、やっぱシステムログドロップログ見ない方がいいのかなって思います。でまあこういう武装石だってその結局全部作るんだったらその何周もするじゃないですか。もうそのうちの1回ずつその落ちない落ちないとか毎回毎回言ってるのマジで意味ないと思うんですよね。いやその本能的に言いたくなるんですよ、それはすごいわかるんですけど、もう結局その言ってもそのストレス溜まるだけでその周回する総数は変わんないんですよね。その人によってそのアカウントデータによってさ何回目で出るかってやっぱ決まってるわけじゃないですか、終わってみると。その分周回することには変わりないんで意味ないというか。でまあ武装石とかこのブースト課金でドロップ率2倍にしてると大体、まあ、なんかよく言われてるのが1000回に1回出るか出ないかとか言われてるんですけど、まあ、仮にその1000回のうち999回出なかったとして、その999回分落ちないって思ってその1回だけ武装席出てやったーって思うのは1回だけなんですよ。でその間999回落ちてない間ずっと気持ちが落ち込んだままなんですよ。で1回だけやったって思ったとしても人間ってマイナスの感情ほど頭に強く残るんです。999回分落ち込んだままなんですよ、もっと強く残るんですよ。でまあその1000回に1回ってそのあくまで大雑把な計算っていうかもうなんとなくの感覚でしかないから、まあ1000回じゃなくて人によっては2000回とかやっても出ないっていうことも全然起こりうるわけなんですよね。でそうやってそのフラストレーションを抱えたまま目標を達成するとやっぱり燃え尽き症候群になりやすくて次の集会とか、まあ、やる気なくなってくる人とか多いんじゃないかって思うし、なんかその武装石が出てそのなんとかインテグラル系の武器作るっていうのをゴールにしてる人がいっぱいいるんですけど、そんなのスタート地点でしかなくてもうこれから先やることが本当に山ほどあるんですよね。でやっぱそのインテグラル系の武器を作ってからが本番なのに、その武器で攻撃力が上がってそれで周回効率上がってみたいな感じで、これからが進化を発揮する時で本番なのにもうそれで力尽きてしまう、もう達成した時に全てが終わったような気分になってしまう、これが目標を強く意識しすぎることの弊害なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、しかもその
こういうインテグラル系の武器っていつか新調して使わなくなるんですよね。あとそのまあインテグラル系の武器とか、まあ、冥黒防具とか作るのがすごい大変なやつあると思うんですけど、まあ、そういうのね、そのツイッターで自慢する人がいると思うんですけど、あ、俺もうやるし全然いいんですよ、全然いいんですけど、そのまあそれを見た人がすごいやる気出るとかもあるし、おめでとうって言ってそういうコミュニケーションがまあ楽しいっていう人もいるし、すごくいいことなんですよ、すごくいいことなんですけど、そのツイッターで自慢することが目的になる人っているかもしんないんで、ちょっと言っておこうかなと思うんですけど、やっぱその自慢することを目的にしてしまうと、そのやっぱりその武装石が出なかった時に余計に一喜一憂しやすくなると思うんですよね。あー出なかった、早く自慢したい、出ないみたいな。いやもう一度言うんですけど、本当にそれまあいいことなんですよ。そのおめでとうって言ってもらえるのも嬉しいし、そういう自慢っていう言い方も悪いな、まあそういう、まあ、ツイートするのは全然悪いことじゃないし、むしろ本当にいいことだと思うんですけど、それを目的にしてしまうと、まあ、辛くなることもあるかもしれないっていう話ですね。まあさっきもちょっと言ったんですけど、その武装石集会はまあなんかその瓶集めのつもりみたいな感じでやるのがいいのかなって思いますね。まあ、瓶集めというか、まあとりあえず回ることが目的、その回を重ねることが目的で、まあ、武装石はなんかその間にたまたま出たらラッキーくらいで、なんか気づいたら持ってたなみたいな、なんかドロップした瞬間見れなかったなくらいがいいんじゃないかなって。まあ俺みたいにその闘争心とか競争心とかそういうの特にない人におすすめの考え方だと思いますね。で次に楽しむっていうことなんですけど、まあ、このゲームを楽しむのってちょっと、まあ、ストーリーとか終わっていろいろ周回要素ばっかり、そのやり込み要素エンドコンテンツばっかになると辛いだけで楽しいっていうのないじゃんみたいな思う人いるかもしれないですけど、まあ人によってはその編成とか立ち回りとかそういう作戦を考えるとかそういうのが楽しいっていう人もいるんで、まあこれは考え方次第かなって思うんですけど、まあその武器作んなきゃとか、まあ、そういう目標があるから辛いと思うんですけど、そういうのを何もかも考えないでやると楽しいっていう場合も、まあ、人によってはあるのかなと。まあ、人によってはその周回でその1回1回戦闘するたびにどうやったらタイム速くなるかって、そういうのを考えるのが楽しいっていう人もいるんですよ。例えばそのこういうカオス討滅戦とか、まあ、この動画撮ってる時点だとカオス155以上はまあソロでやるやつなんで、まあ、昔からこれソロカオスって言われてるやつなんですけど、まあ、パーティーでできるようになったのもうかなり最近な方なんで、昔はソロでしかできなかったんですけど、まあ、こういうのをね、あのタイムが上がると楽しいっていう人いて、でまあその5周年でこのカオスの135っていうのが、まあ、パーティーでできるようになったんですけど、もうそれまでは、まあ、正直やりたくねーって最初もう思いながらやってたんですけど、まあ、いつだったかそのミラティブっていう生配信アプリで、まあ、このカオス135のカオスカガチってやつですね、冥黒蛇武者、まあ、これをその生配信でやるようになって、その詳しい人に教えてもらえるようになって、そのどの攻撃なら食らってよくてどの攻撃を避けた方がいいかとか、まあ、そういう判断だったり、浄化ポーションをとにかく連打する癖をつけるようになったり、まあ、いろいろ工夫するようになったんですよね。それでタイムがびっくりするぐらい速くなったりして、その途中から楽しくなっていった記憶があるんですよね。だからそういう楽しむ工夫っていうのをできる人は、まあ、やるといいんじゃないかなって思います。あとは、まあ、火力だけじゃなくてそのタンクとかバッファーとかそういう違う役割をたまにやってみるのもいいのかなって思います。そのタンクやってみたらね楽しいっていう人も案外いるんで。で次にその時間を区切るっていう話をしようと思うんですけど、まあ、やっぱりそのどんなにその、まあ、楽しくても、まあ、楽しくなくてやる人の方が多いと思うんですけど、なんかその同じことをずっとその長時間続けるのが辛いなら、やっぱ時間区切ってやるのがいいのかなって思うんですよね。やっぱその、まあ、目が疲れて、その眼精疲労とかで疲れてあまりにもひどいとその一日中頭痛くなる人とかもいるんで、まあ、どこかでやっぱ休憩取った方がいいと思うんですけど、まあ、その区切るとその同じことばっかりやらなくて済むよねっていうこともあって、まあ例に出すと、そう例えばそのレベリング1時間やって、まあ休憩まあ何分か何十分かやって10分とかで、その後
イベント集会1時間やった後にまた休憩挟ん でその後迷宮集会やって休憩挟んで、え次はダンジョンやってって感じで、まあ、その同じことばっかじゃなくて、その1時間やったら休憩して次他のこと1時間やるみたいな、まあ、そういうのもいいのかなって思いますね。まあ飽きやすい人はそういうのもいいんじゃないかなって思うんですけど、やっぱその休憩挟んで休むとなんか眠くなりにくいのかなって思いますね、俺はですけど。まあやっぱりその長時間やらないっていうのも手なのかなって、その飽きたら一旦やめるというか、まあやっぱどんなに好きなゲームだとしても やりすぎるとその人によっては気持ち悪くなったりもするんで、もう俺が学生の頃はそのモンスターハンターセカンド G っていうのがめちゃくちゃ流行ってたんですけど、やっぱねその同じモンスター何度も何度も狩りまくってたら、もうどんなに楽しいゲームでもその飽きたり辛くなったりしてやめることとかあったし、まあ、シャドーバースっていうカードゲームやってた頃は、まあ一日中やってたからか、そのゲームのホーム画面で流れる音楽聴くだけでもう気持ち悪くなったり、うえってでもなんか久しぶりにやったらなぜか楽しくてね続いたりとかもするんですけど、やっぱねちょっと続けすぎるときついっていうのもあるから、まあちょこっと別ゲー挟むとか、まあ他に楽しいゲームあるなら、まあそういうのでもいいんじゃないかなって。だからね、そうね、モンハンとかもそういうメジャーゲーでさえね飽きてそういう工夫をする人もいるんで、そのなんて言うんだろうな、ずっと同じ武器じゃなくてなんか気分で違う武器にしてみようとか、まあこのゲームだとそういうのちょっと難しいんですけど、まあそういう工夫もね案外メジャーゲーでしたりもするんで。で次にその効率より時間っていう話をします。まあ、さっきちょっと勉強で例えてたんですけど、その勉強の質を求めるよりやっぱり勉強時間多くしたっていうことですよね、その例えで言うと。まあ、IF だとその質の方に限界があるんで結局時間かけないといけないよねっていうのがあるんで、そのどっちかっていうとかけた時間長い方が強くなれるみたいな感じがするんですよね、なんとなくですけど。まあ、そのトップギルドとかだと、まあ、効率よくて楽しくて早く終わる、まあ、早くは終わんないけど、まあ、結局時間かかるけど、まあ、それで回れていいと思うんですけど、そのトップ層の人ばっかじゃないじゃないですか、まあ、だからそのやっぱ質は大事ですけど、まあ、このゲームはそう時間とか続けるメンタルの方が大事だと思ってるんですよね、効率より。もちろんある程度の効率を求めなければやっぱり早く強くなれないんですよね。まあ、当たり前ですけど極論発想とかで熟練やってても、もうなかなか早く上がらないですよね、当たり前ですけど。まあ、だからある程度質を求めてること前提なんですけど、まあ、質についてある程度考えたらもうあとは余計なこと考えずにそのプレイ時間を長くするのがいいんじゃないかなって俺思うんですよね。であとは時間を無駄にしてると感じる人がいるっていう話なんですけど、その時間を無駄にしてもいいと思うしかないと思うんですよ。で結局やるならそのいずれやることになるし、結局これ時間かけないと強くなれないんで、その罪悪感とかその感じても無駄だと思うんですよね。なんかこういう楽しくないのに何回も何回も同じことの繰り返しで、なんか時間無駄にしてる感じがするな、こんな時間あったら他になんかいいことできるのに、なんかバイトとか資格の勉強とかできるのにとか思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、やっぱその罪悪感感じても結局やるんだったら意味ない、やるんだったらね、もうやりたくないならやめていいですけど。そうで、まあ、もしこのゲームを楽しいと思ってやってるのならそれは俺は無駄じゃないと思います。もう楽しいって感じてるっていう時点でもう意味があると思うんで、そうゲームはやっぱ楽しいって思うためにやるものなので、まあ IF のこのやり込み要素を楽しいって思ってる人がどれくらいいるかですけど、まあ、そもそもこのゲームに限らずそのゲームやってる時点でまあ暇つぶしなんだから、まあ深く考えない方がいいのかなって、もうそんなことを考えるだけ無駄なのかなってちょっと思いますね。あとはその課金できる人はあのお香期間にこの方向っていうのを全種類かける、まあ全部同時に発動するんで、この方向123で、まあこれは鑑定ガチャ、あ鑑定ガチャじゃない、探索ガチャでこういうので当たるんで、まあ、持ってたらそのお香の期間にね同時に使ってもいいんじゃないかって思うんですけど、まあこれ方向はまあ1個使うと1時間発動するんですよね、各種。まあだからお香6個ぐらい使ってやるんですけど、まあお香もね、そのお香の時間中はやっぱ義務感が生じてしまうんですけど、まあ俺はもう慣れたんでいいんですけど、
やっぱその義務感が生じているような時期はやっぱ俺はやっぱ好きじゃなかったですね、そういう時期は。まあそのお香とかね出たらやるけど、そのまあ人によってそのお香を使わない時の方が武装席出たっていう人もね、まあそういう人も結構いるんで、まあそういうことばっかりな気がする人は、まあそんなこと考えてもやる気なくなるだけだし、まあ意味ないのかなって。その考えてもデメリットしかないことは考えない方がいいです、本当に。まあ本能的に考えたくなっちゃうんですけど、まあそれを理性で抑え込むのがいいのかなと。まあ今はねもういろいろ慣れてきたんで、せっかくお香を使ってるから武装席落とさないととかね一切思わなくなりましたね。まあお香を使うからってその義務感とか特に感じなくなりまして、まあ義務感少しは感じるけど、まあ時間まではまあ周回するかってこうぼーっとやるようにはなったんですけど、まあその効率よくしないとっつってさ、ちょっとでも遅いとイライラするとか、もうそういうのはもう考えないようにしましたね。もう考えても意味ないんで、結局その遅くなるときは遅くなるし周回で、まあやっぱそのお香って残るのが一番嫌なんで、まあ期間内に使い切らないともったいないから、まあ使っておくかみたいな、まあそれくらいの気持ちでまあやるようになりましたね。で次にそのノルマについて話していこうかと思うんですけど、まあノルマやっぱその目標とかになっちゃうんで、その義務感生じちゃうんであまりよろしくないんですけど、その1日のノルマを決めた方がいいっていう人もいるんですよね。例えばこのカオス討滅戦だと1日5回から10回とか、その自分に無理ない程度にそのできそうな量を決めて回る、まあ、そういう考え方でやる人がいるんですけど、まあそういう考え方の人がその俺のフレにいるんですけど、初めて3ヶ月でトータルパワーが20万近くいったんですよね。まあそんな1日中周回してるとかでもないんですけど、今の環境だとまあ普通にプレイするだけでそれくらいいけるらしいんですよね、そんなやらなくても。でやっぱりノルマってその義務感につながるんですよね。1日これをどれくらいやる、最低限やるみたいな。でもまあカオス討滅戦とかだったら、その1回3分4分だったら、まあ1日5回から10回とかそんな大変でもないんで、まあぼーっとできるんだったらまあそれでもいいのかなって思うんですけど、まあ人によってはそのゴールを見る考え方なので、その燃え尽きちゃったりするんですよね。でもちろんそれが合う人なら全然いいと思うんですよ。それで終わって達成感からその燃え尽き症候群になる人とか、まあ、そういう人じゃなければいいんですけど、やっぱりそのノルマ決めて終わったっていう人でその燃え尽きたっていう人を見て、俺はそういうのちょっと合わないタイプなのかなって思いましたね。まあ今はもう特に何も考えずぼーっと回ってるだけで、まあ、ノルマとか特に決めてないんですけど、やっぱりノルマってなんだろう、そう仕事なんかタスクみたいになっちゃうんで、あまりよろしくないのかなって俺は思いました。まあ会う人ならいいと思います。あと次に計算をしないっていう話をしようと思います。でまあちょっと俺ツイッターで、まあ、ある人に、まあ、そのこの熟練度スキルですね、これ全武器で全カンストするまでにそのダイビングがどれくらい必要かみたいなのを、その、まあ、大雑把に計算したらまあなんとなくこれくらいかかるらしいよっていうのを言ったことあったんですけど、あれマジで良くなかったなって、ちょっと申し訳なかったなって思ってるんですけど、まあそういう計算した結果とかね見るとその義務感が強くなって、マジでやってもこれいつになったら終わるか分かんねえよみたいに思う人もいるんですよね。まあ、ここでそのあえて計算した結果を言おうと思うんですけど、その熟練度スキル全カンスト、全武器全カンストまでに必要な時間、まあ本当に大雑把ですよ。まあ合ってないかもしれないですけど、なんとなくでその1日10時間以上そのフロアボスをワンパンで倒してその掲示板周回するとしても、これ全カンストするまでにその10ヶ月以上、その1年とかもうそれくらいかかるらしいんですよね。まあ、トップ勢でもう全部カンストしてる人いるんですけど、もうそんなの本当終わらんって思うかもしれないんですけど、まあ、日々周回していれば、まあ、いずれ終わりは来るんで、まあ、長い目で見るしかないんですけど、やっぱそのちょっと立ち止まってゆっくりするくらいの気持ちの余裕がないとその難しいのかなって思いますね。まあ、なんかアニメのキリトもさ、なんか
今日はアイクラッド最高の気象設定うんたらかんたらとか言ってなんか昼寝してたじゃないですか。まあああいう余裕がないと厳しいのかなってもう本当に長い目で毎日やっていかないといけないと思うし、まあ、少しくらいならその時間を無駄にしてもいいかくらいの、その寄り道してもいいかくらいの、そういう気持ちの方がその気楽になってその長く続いて、で最終的にはその効率云々考えて何もしない人よりは強くなってたりするものなんで、まあ、一番強いのはその効率よくずっとやってて、しかもなんかまあ楽しいかどうかわからんけど全然辛くないみたいな、まあ、そういう人が一番強いんですけど、まあそのいっぱい課金しててスキレコ持っててみたいな人ですね。でまあ案外長く続けられてそのステータスが高くなってる人ほど心に余裕を持っていたり、まあそうじゃない人のが多いかまあよくわかんないけど、まあそういうなんかやるのが当たり前みたいな人もねいると思います。あとはね、その本当に辛いと思うんだったら一度離れてみるっていうのもいいのかなと思います。本当にこのゲームきついって思ったらやっぱ一度ね、やっぱ 2,3 日とか1週間とかログインだけするとかデイリーミッションだけやるとか、まあそういうのだけでもいいんですけど、もう本当一度離れてその別ゲーやったり YouTube 見るとか、もう好きなことをやってもう離れてみる、いっそ離れてみるっていうのもいいと思います。やっぱ無理なくやるのが一番いいですね。でまあ今まで言ったことを一言で要約すると、焦るのが良くない、もうこれにつきます。焦ると早く達成しないとって思ったり、すぐに達成されないと苦しい、マジ早く達成したいのにってそうストレスになったりで、運悪くやっぱレアドロップとか落ちないとなんかいくらやっても落ちないじゃんみたいな思ったりして、そうやる気なくすんで、やっぱ焦るっていうのが一番良くないのかなって思います。まあなんかそのインテグラル系の武器ってすげえ作るの大変みたいな言われてるけど、まあ3分とか4分の周回でも正直、まあ、1週間ぐらいやったら作れないことはないんですよね。頑張れば全然その1日その 2,3 時間、まあ 2,3 時間もっとか分からんけど、まあ1週間あったら作れたりもするんですよ。まあ、作れないこともあるかもしんないけどね、人によってはめちゃくちゃ運悪い人もいるかもしんないんで分かんないんですけど、まあ大体作れたりするんで、でまあ最後にいろいろと俺なりの考え方を話したんですけど、やっぱり自分が一番やりやすい方法、続けやすい方法、一番楽だなって思う方法、楽しい方法、まあ、そういうのが一番いいと思うので、その自分に合った続け方をやってみる、いろいろ試してみる、そういうのがいいんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。